共同組合、全日本通訳案内士連盟は、全国約700名の通訳案内士が、個人事業主として、組織、加盟する、事業共同組合である。組合員は、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、中国語、韓国語の9カ国語いずれか、または2カ国語以上の通訳案内士資格を有する。 現役の通訳案内士である。通訳案内士とは、通訳案内士法に基づく、国家試験、通訳案内士試験に合格し、通訳案内士として、居住地の都道府県知事より登録証の交付を受けた、もののみが従事できる職業につくプロの観光ガイドの、ことであり、外国人観光客に対して、優勝で通訳及び観光案内を行う。通訳案内士法。 第2条、通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内を行うことを行とする。外国人旅行者が日本を正しく理解し、日本の良い印象を持って帰国してもらうことは、国際観光振興の重要な目的の一つである。ため、通訳案内士は、語学力が、単に優秀であるだけでなく、日本の地理、歴史、さらに産業、経済、 政治及び文化といった分野に至る幅広い知識、教養が必要とされる。また諸外国との親善交流や、宗教や、文化の違う国々との相互理解を深める役割も、担うため社交性も、必要とされる。おもてなしの心を持って、旅をより楽しく演出する役割に加え、天災やトラブル、病気や怪我など、あらゆる状況に対処し、 旅行中の安全を配慮する役割も担う。草の根レベルで、法日外国人の接遇業務にあたる職業である、ことから、民間外交官とも呼ばれる。組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進することで、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。 ビジットジャパンキャンペーンの一環で、法日外国観光客に、通訳案内士を PR 東北でのボランティア作業、後継者育成、ガイド資質向上のための教育事業共同受注、及び、圧っ事業通訳案内士、通訳、語学講師等の受注、及び、組合員への圧っ情報提供事業、通訳案内業務に必要な情報の提供から、観光行政、 業界情報の提供広報宣伝事業、通訳案内士就業希望者への説明会実施本の出版。その他引くボランティア活動。ありがとうございます。